お前の意見を聞かせてほしいんだ。どうだ、王者の風格があるだろう。まさか。名前も王者らしくしよう。お前がアクアマンなら、今後は俺をオーシャンマスターと呼ぶがいい。なぜこんなことを。海より広い心で迎えたのに、昔の悪事は許した。俺は自分の権利を取り戻しに来ただけだ。母上のご判断だ。それはもう誤っただろう。母上は兄貴を愛していたが、権力までは任せきれなかった。それじゃお前なら任せられると。バットマンの言った通りだった。私も甘いな。バットマンが助けてくれるとは思うなよ。古い友でも餌としちゃ新鮮だからな。さあ始めるか。テレパシーで魚を呼べなくて残念だな、ヒーロー殿。とうとう俺様が王になった。お前のろくでもない冒険物語に付き合わされるのは金輪際真っ平ごめんだ。ブラックマンタワスキを狙ってすぐに裏切るぞ。そうやって俺たちを仲間割れさせようって腹だろ。うわあ、会って5分でぶちのめしたくなったが我慢したよ。お前を捕らえるための駒だったからな。さて、いよいよ仕上げに取り掛かるとするか。バットマンが探知した地震は大陸棚に沿って仕掛けた振動装置を試運転した時のものだ。あれが動き出せば大陸棚は崩れる。アトランティスは廃墟と化し、俺の意のままだ。それではこれで失礼するよ、陛下。これからが面白いんでね。